クラックフの医療会館ツビッカウの医療会館イーペルの医療会館第一次世界大戦で完全に破壊されたが1967年に再建された医療会館あるいは織物会館はヨーロッパの都市にある商業地域の中心にある歴史的建造物である医療会館の中には商業取引を行うための小部屋が設けられておりそこでは医療の他に川 ロー塩と香辛料や絹などの異国からの輸入品の取引が行われた。医療会館が建設されたのは中世から17世紀までの間である。ポーランドに現存する最も有名な織物会館は1555年にルネサンス建築様式で再建されたクラックフの織物会館である。この他にかつて織物会館が存在した都市としてポズナン、ブロツワフ、 トルンガール。ブラウンシュバイク、ツビッカウ、ライプツヒには医療会館がある。ベルギーには中世ヨーロッパの世俗建築としては最大級の建物であるイーペルの医療会館のほか、ブル、エ、ルーベン、トゥルネーに医療会館がある。トゥルネーの医療会館は初期後チック様式にバロック様式を加えたものであり、現在は大学のホールとして使われている。 オランダライデンのラーケンハル私立博物館は、かつての医療会館である。かつての医療会館であるドレーパーズ、ホール、ザ・ハリファックス・ピース・ホール、アンドリーズ、ホワイトクロス・ホールが現存する。かつて、ベルファストには、ホワイトリネン・ホールがあった。カスルバー、クロナ・キルティにも、医療会館があった。ありがとうございます。